天馬大池公園は、兵庫県加古区南町6分1179にある天馬大池を整備した公園である。農業用ため池としての機能も残している。天馬池は2010年3月25日に農林水産省のため池百選に選定された。天馬大池の原型となった丘大池の築造は、飛鳥時代後期である白宝3年頃と推測され、 兵庫県下で最も古いため池であるとされている。兵庫県神社市中間初秋の国安天馬神社の演技によれば、平安時代の官平年間に天馬神社が現在地に移設され、池大明神が主催神とされるようになったと伝承される。また、同じく兵庫県神社市中間初秋国安天馬神社演技によれば、南北朝時代祭末期の厳中7年。 明徳元年に1月に上方から来訪した立僧が同地に滞在した。村人が立僧に大池が毎晩光を発すること、池の魚が意識を失って浮かんでくることを語ると、立僧は大池に竜が住んでいると告げ、イテンを祀るように指示したという。村民が立僧の言う通りイテンを祀ると、果たして怪異はやんだ、と伝承される。 日本史研究者の金子明は、天馬大池の本格的な改修事業は、伝承通り、新言立衆と、その総本山である西大寺の勢力によって14世紀末に行われたと主張する。金子はその発端として、1300年代から1310年代にかけて、新言立衆の構想だった、門官房古東が、天馬大池の北北西部で開始したと見られる。 開拓事業を挙げる。そして、その開拓事業が100年近くかけて川沿いに進められ、門館の後継者の新言立衆勢力によって14世紀末に天馬大池に到達したのではないか、としている。また、前述の立衆構想来訪伝説は、この門館らの開拓事業が反映されたものではないか、と推測している。 ただ天満大池は1945年10月に襲来した悪根台風の影響で決壊した。東板地方は、その数4万を超える日本で最も多くのため池が見られる地域であり、天満大池は、過去大池の130万トンに次ぎ、兵庫県で2番目に大きなため池であるが、これは、甲子園球場の約8.5倍に相当する。2019年、 兵庫県土整備部は、総タスク土山線天満大池バイパス整備事業で、天満大池にかかる橋梁の詳細設計を建設計画に委託した。2020年から、兵庫県は、稲見町の天満大池を南北に貫く、全長960メートルの天満大池バイパスの工事に着手。近くを走る兵庫県道84号周差土山線は、 二車線で歩道がなく、狭い上に交通量が多いため、危険性が指摘されていたためである。天馬大池の上に橋を架け、四車線で中央分離帯や歩道も整備し、兵庫県道381号、野屋平岡線に接続する予定で、2026年の完成を目指している。ただ自然や景観を破壊するなどの理由で反対する声もあったが、 すでに池の水を抜き、重機を使っての、総タスク土山線天満大池、バイパス道路整備工事が進められている。天満神社の秋祭りで神輿しを池に投げ入れ、うじ子が池の中に飛び込む、伝統行事の光景も様変わりしてしまうだろう。隣接する天満神社天満神社の神輿し池の北側、すぐ横に隣接するように、天満神社があり、 秋祭りの御腰渡漁の際の禊では御しを池に投げ込んだ後、16人方と呼ばれるう子が池の中へ飛び込むと御しを担ぎ、五国宝穣と池の満水を祈願する珍しい行事が見られる。御腰渡漁は御し連番の地区が担当する。付近のコスモス畑池には絶滅危惧種に指定されている浅座が自生し、浅座観察会、浅座佐藤屋プロジェクト、 フォーラムなども開催されている。また多くの野鳥の憩い場ともなっている。市民が憩える多目的公園として整備されており、地中の中の島には新たにベザイテンが祀られ、ブランコ、滑り台などの遊具や、あずまや、バーベキューサイト、駐車場などが設置された。ビオトーププランにより、本来の自然の水辺を復活させる試みも行われている。また、釣りやカヌー、 バードウォッチングなどの基地にもなっており、秋にはすぐ隣の急行電のコスモスの群落が美しい。ありがとうございます。